とうございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber が今日もコミュニケーション上のワンポイントアワーです。今日は6月は11日土曜日ですね。今日もいい天気になりそうです。今週はですね、UFO の話に話がチェンジしましたが、今日明日で終わりにしますが、近頃ですね、自衛隊に宇宙軍というのができて、アメリカの議会で公聴会に UFO についてのテーマが取り上げられてですね、盛んに議論されるようになりました。宇宙人 UFO が来てるということがですね、もうほぼ事実になってます。まあ、どういう形で将来的に関係していくのかというのは全く未知なところですが、過去をいろんな遺跡とかを見てみるとですね、何億年何十億年という人類の過去の歴史の中にたくさんの宇宙人との交流の遺跡形跡があるんですよね。数え上げたらキリがありません。そしてですね、こういうことを言う人が言います。地球人、我々人間の DNA にですね、よその惑星からのエイリアンが来てですね、混血してるんじゃないかということなんですよ。我々の体にもですね、地球外生物、地球外のエイリアンのですね、血が流れているというか、DNA が組み込まれているんじゃないかという考えもできるわけなんですよ。で、皆様ご存知のように、UFO の走りはですね、今地球に走ってるですね、まあ、ロケットとか、エアプレーン、飛行機とは全然違う飛び方するんですよね。もう瞬間移動のような超スピードで走るんですよ。ということはですね、地球外の惑星にはですね、テクノロジーで言ったら地球のレベルをはるかに超えたものがあるということなんですよ。ですから、地球外生物がですね、非常に悪いやつらがいてですね、地球を攻撃してくるとか、あるいは地球を植民地にしてしまおうという意思のもとに動いた日にはですね、我々の将来はとても暗いものになると思いますが、また逆にですね、一緒に合流すればですね、かつてのアメリカをディスカバーしたコロンビアですね、コロンビアじゃなくてコロンブスがですね、その後ヨーロッパの人たちをあそこに誘導してってですね、結局ヨーロッパメインではイギリスですがの植民地となって、今では世界一の国になってるわけですよ。すなわちですね、アメリカなんかは相当なパーセンテージでですね、宇宙人とのミックスが行われたんじゃないかという仮説も成り立つわけですよ。人間のような宇宙人のような生き物をヒューマロイドというそうです。私もよくわからないんですが、そのような情報があります。はい、まあ、私たちはこれからの地球人としての将来考えたときに、ネガティブに考えないでですね、ポジティブに考えて、この地球がですね、宇宙人とのミックスになって、より素晴らしいプラネットになっていくんじゃないかというふうに捉えておいた方が健康的じゃないかなと思います。今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。